では、自立協会にしたいと思います。では、自己を見ていきます。はい、はい、理科の第問1は生き物、微生物の名前を答えなさいっていう問題だったと思うけど、じゃあ1の1から見ていきたいと思います。この問題はでも4人中3人正解してて、結構正解率が高かったです。嬉しいですね。誰に間違ったそれだけちょっとな残念な方がいたんやけど、1の1はミジンコが正解です。めっちゃ簡単な。その方の答えがこちらです。どん、これなんて読む、これは誰ですか。これはい、あえはオンビーソ。自分でも覚えてないやん。オンビーソって初めて聞いたんやけど、これは作った名前を教えてくださいみたいないや、こういう問題じゃない。ほんまに作り出したんやな、名前は。第問1の2、答えはこちらです。はい、ゾウリムシ。これはでも見た目からして結構わかりやすいかなって思うけど、ひまりだけが正解でした。ありがとうございます。じゃあちょっと間違えてしまった3人を見ていきたいと思います。先からどうぞ。おー、獣は違うで。獣の口がいい。うわ、こっちもつけてるもんね、名前は。周りに毛らしきものが生えてるやん、うんうん、それを美咲は毛と見立てて獣。もう名付けちゃってるからしっかり由来はあるな。そう、ちゃんとインスピレーション大事。次、青いを見てみたいと思います。ゲジゲジ。ああ、そう選択肢。ああじゃないけどな。虫のゲジゲジ、うん、やん、うん、それっぽいなって思って。確かに虫っぽいよでしょ。え、でもただなんで中身が見えてるんやろうと思ったけど。じゃあ最後、アリサの回答はこちら。お花。え、これさ、よく見たらお花混ざってんねんで。え、見て。ああ、かわいいな。やからお花。確かにお花。なるほど、そこだけピックアップしたの。そうじゃないよ。そう、でも当てる気はないやろな。間違いない。もうなんかネタに走ってるよ。次に行きたいと思います。はい、4番、はい、答えはツリガネムシ。これはこれな、結構な覚えてない人多いよな。じゃあこれは残念ながら全員不正解っていうことやったんやけど、うん、まあみんな本当にバラエティに富んだ答えをしていただいて、はい、じゃあ美咲から見ていきたいと思います。どうぞ。タンポポ。今思った。思わんとね。いやでもタンポポにしてはだいぶ綿毛飛んじゃったね。そう、飛んじゃって。だからその様子を撮影されてもうこうやって問題に出題されたっていう。ちょっと悲しめのタンポポ。難しい。はい、じゃあひまりいきたいと思います。何て書いたっけ。照明。ワンちゃんにかけた感はあるけど。ああ、じゃあアリサ、葵って書いてます。え、気のされてる。え、髪の毛短いから葵かな。ちょっと愛が出ないみたいやんか。やっぱ葵ね。じゃあその葵の回答を見ていきたいと思います。毛を由来にして、うん、で男の子かなって思ったから棒ってつけてる。その子。あ、そういうこと。坊やの棒ってこと。あ、そう。あ、なるほどね。それが出てくるな。じゃあ大問2に行きたいと思います。はい、蝶のイラストで描く問題でした。はい、これは、頭、胸、腹に分かれてるっていうことと、あと足が6本、まあ、厳密に言うと胸から6本生えてる、うん、で触覚があるっていうことが採点基準に一応なってました。でひまりの回答がこちらです。
もう完璧、これはもう大正解。すごい、イラストとかも好きやから、完全に模範描いた。すげえ、絵も描いたのかわいい、すごい。じゃあ次、葵の回答がこちらです。ラクさんはひどいな。え、だってそうやろ。だってさ、絵本とかでもこうやって描かれてるよね。まあ、確かに、ね、幼稚園の時にこういう絵を描いた覚えはあるよ、私は。あ、うん、まあでも、この方もいい勝負してましたということで、次も見てみたいと思います。おぉ、美咲、これ美咲の回答なんや。まあ、絵だけ頑張ってくれ。これ花描くに時間かかったじゃん。そう、チューリップとマーガレットとひまわりと太陽か。で、美咲の中ではお花も描けたから、もう100点満点。最後に気づいたかなって思ったけど、当てずっぽうなんこれ。そうなんや。